四皇が手を組んだ。二人の四皇をつなぐ唯一のキーワードは伝説のロックス海賊だ。このようなことになるとは予想だにせんかった。ロックス海賊団とは大昔海賊島八の杉で、メンバーは船長ロックスを筆頭に、若き日の白ひげ、ビッグマム、カイドウ。船長ロックスの野望は世界の王。運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。ゴッドバレーにて天竜人とその奴隷たちを守るため、そこに居合わせたガープとロジャーが手を組み、ロックス海賊団を打ち破った事件。それがゴッドバレー事件だ。ゴッドバレーという地名は現在地図にも記されていない。かつてロックスという野心家が世界の王を目指し、世界のタブーに触れすぎたために、その存在を示す情報は今に残らず、ロックスのフルネームはロックス・D・ジーベルク。しばしば現れる D の名を持つ海賊だった。お前が殴り倒されるなんて。俺に攻撃が効く。この後に及んでクソガキが海賊王だ。あれか、我が国のジジイに習った覇気。打撃なんかカイドウに効くのか。賞賛あるじゃねえか。これは麦わら屋に一言言わせてもらわなきゃならない。おい小僧、おめえ海賊王ってのがどれほどの存在か分かってるのかい。クリで俺に大敗した後何があった。わずかだぞ。俺と戦える奴など、お前があいつらに匹敵するとでも言うのか。一気に勝負を
から海賊王に値するか見せてみろ。一緒にやるつもりだっただろう。お前の中途半端な攻撃で俺がフォローしてやったんだ。お前らが死んだら何もかももらうぞ。この島にいるお前らの仲間も一緒にな。お宝もいただくよ、フォーネグリス。お前たちなら持ってるよね。最悪の世代との激突は必死だった。まさに運命的に侍と海賊たちは手を組み、世界の情勢が大きく変わろうとする。万が一四皇が二人とも消えるようなことがあれば、もはや予測不可能の新世代が幹部たちを阻止できなければ、少々見えすいた勝負ではある。できるだけ潰し合ってくれ。海賊の食よくな、カイドウ。それは